潰れた猫のような声が。でも太ももの方が痛い。そうっていうかね、ここがね硬すぎてね、まだね感触がね今からの方が効いてくると思います。ただ息が出てこれちょっと息する、ちょっと息する、痛い。なんか肩にくる、なんだろう、肩にきます。なんだろう、ここら辺が、ここが硬いとね、ここに行くんですよ。そう、ここら辺がなんか引っ張られて、なんか痛くて、なんか息が、うん、なんだろう、ちょっと止めましょうか。いや、痛みはいけるけど、なんだろう、引っ張られますよね。だからね、ここがきついと肩を引っ張っちゃったりするんですよ。で逆に肩がきついとこっちも引っ張ったりとかするので、うわうわ、ここガチガチじゃないですか、まだまだお若いのに。骨 N2 がある人ってこの辺がね硬くなるんですよ、こいつ。なんか痛くないけど、ここは痛い。お尻が痛い。ここが痛い。まあ、それをはっきり言われる方に珍しいんですけどね、めちゃめちゃ。なんで。押さえたらこれお尻がピクピクしてるでしょ、ちょっとしてるんですけど、これなんでかって言ったら筋肉がね硬くなってきてピクピクなっちゃうんですね。楽になるんだけども、めっちゃ痛いからね。らしいですね。痛い
勢いなく、まあ、痛い痛い痛い、でも痛い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 いい感じ。でも確かに。いい感じでしょ。ごめんなさい。もう一回だけ反対側向いてもらっていいですか。ごめんね。よいしょ。よいしょ。というのはやっぱり楽になってもらいたいのね。そうですよね。頑張ってきたもん。痛い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 失ってきてるでしょ。あった。痛い痛い。